2020年のオリンピック東京招致を目指す招致委員会の理事会が NPO 法人になって初めて開かれ、新体制での役員や評議会の新しいメンバーが発表されました。今日の理事会は招致委員会が今月1日に NPO 法人に格上げされてから初めての会合となりました。役員はそのまま留任となり、また招致活動に助言を行う評議会には建築家の安藤忠雄さんら7人が新しくメンバーに入ることが決まりました。今後は今月14日ロシアで行われる国内オリンピック委員会連合 ANOC の総会で5つの新生都市が10分間招致のプレゼンテーションをする予定で、水野専務理事はスポーツの力というビジョンを発信したいと話しました。そして、世界にはいろいろ困難に直面している皆さんがいらっしゃるので、このスポーツの力で元気、勇気を共有する4人のスピーカーで、今言ったことを分担をして皆さんに、アピールをして、大体500人ぐらいいる聴衆にいい、印象を持ってもらうと。5月の一次選考前にこうした機会が設けられるのは初めてで、東京は有効にアピールできるよう3分間のビデオも上映する予定です。